こんにちは、ナルミナ教信者のオロチマルです。最近気づいたんですが、キリンの角は5本、耳2本、尻尾1本、チンコ1本、あらやだ、全部合わせて9本。つまりキリンは9尾なのではないでしょうか。口寄せの術、チンコはチンコや。チンコアニメといえば、原作者や制作陣のポジティブな思いやメッセージが込められた作品も多く、視聴者は作品を通じて思いを受け取り、人生の糧や支えにしています。しかし、世の中には作品から制作陣の想定外の影響を受けて強行に走ってしまう人物もいるほか、衝撃の理由で放送が規制されてしまった人気アニメも存在しています。はい、ということで今回は、宗教タブーに触れてしまった国民的アニメ、いじめや凶悪犯罪を招いたブラックアニメ、国民に過激思想を植え付けるシリアスアニメなど、海外で放送が禁止されている日本の大人気アニメを4つほどご紹介していきたいと思います。よいく。ポケモン、ドラえもんに並び日本を飛び出して世界中で熱狂的な人気を誇っているポケットモンスターですが、実はサウジアラビアではアニメをはじめゲームやカードなどポケモンに関連するあらゆるものが2001年頃から規制されています。そしてここまで厳格な規制が敷かれた理由については、現地で広く信仰されているイスラム教の教義とポケモンの作風や描写が大きく食い違っているためで、サウジアラビアの聖職者団体はこれについて、イスラム教は進化論を拒否しているが、モンスターが進化するポケモンは進化論を助長するものであり、神への冒涜にあたる多神教の要素が含まれることやギャンブル性が見られることなども問題と説明しています。また現在は落ち着きを見せているものの、2001年頃にはサウジアラビア以外のイスラム国家でもポケモンが問題視されており、特に反対派が過激な動きを見せていた時期には、ポケモンはユダヤ人の国家形成を目指すシオニズム思想の宣伝メディアであり、イスラム教徒をユダヤ教に改宗させようとする企みの一環である。ポケモンとは私はユダヤ人であるの意味である、ピカチュウとはユダヤ人になれの意味である、など事実無根のデマが広がったこともあったといいます。そしてポケモンが禁止されている現状について、メディアが現地の大人たちに意見を求めたところ、彼らからはイスラム教徒の立場からすると、子供たちから進化というワードが出るだけでも憂鬱な気持ちになったので規制には賛同している。確かに宗教的に不適切な要素は散見されるが、娯楽的な意味でも異文化を知るという意味でも子供から強引に取り上げる必要はなかったと思っている、など様々な意見が上がっており、現地でも賛否は分かれているようです。またポケモンの規制事件といえば、日本でも1997年にアニメ内の激しい点滅描写により一部視聴者が光過敏性発作を起こし緊急搬送された、通称ポケモンショック事件の影響で放送が4ヶ月休止になっていますが、海外では2000年にトルコで自身をポケモンだと思い込んだ子供2人がバルコニーから飛び降りて大怪我を負い、一時的にアニメ放送が休止になる。1999年にアメリカでポケモンカードをめぐる脅迫や窃盗、強盗事件が多発したため、多くの学校でカードゲームのプレイが禁止されるなど、人気の裏で多数の事件が発生しています。デスノート、2003年から週刊少年ジャンプで連載がスタートしたデスノートは、漫画やアニメのみならず映画や関連商品も軒並み好調な売り上げを記録し、大ブームを巻き起こしました。ですが2007年頃に海外でアニメ放送が始まると、中国の学生たちの間でデスノートのレプリカを学校に持ち込み、特定の人物の名前を書き込むデスノートいじめが社会問題になりました。さらにその爆発的な人気から、海外版の漫画やアニメ DVD も出回るようになり、事態を重く見た中国政府は、かねてより青少年の健全な成長を妨げるとして問題視していた暗殺教室やサイコパスなど複数の作品とともにデスノートを有害指定し、アニメや漫画関連商品の販売を規制しました。その後規制に対し地元民たちからは、我々に幼児向けのアニメを見ろと言っているのか、こんな馬鹿げた規制が許されるのか、など不満が殺到したものの、政府が考えを改めることはありませんでした。またロシアでは2013年に自ら命を絶ってしまった15歳の少女の自宅から漫画版のデスノート4冊が見つかり、世間から作中の描写が後押しになったのではないかという意見が多く上がったことを受け、政府が暴力的な描写が若者や子供の精神に悪い影響を与えるとして、デスノートの放送や書籍販売を禁止しています。さらにベルギーでは2007年にナイフでバラバラにされた遺体とともに、私はキラです
と書かれたメモが見つかる猟奇殺人事件も発生しており、事件直後はベルギー政府宛てに漫画アニメの規制を求める声が多数寄せられたそうです。しかしこの事件に関してはその犯行内容からデスノートに登場するキラではなく、ジョジョの奇妙な冒険に登場するキラを模倣した犯行ではないかとして、作品と犯行との結びつけに疑念を抱くファンも存在しています。進撃の巨人、衝撃的で緻密に練り上げられたストーリーが世界中で人気を博した進撃の巨人も、実は複数の国でアニメや漫画が規制されています。そして中でも中国では特に厳しく同作を取り締まっており、規制の理由について政府は未成年者に犯罪を進め暴力やテロ行為を煽り社会道徳に危害を与えるためと声明を出しており、これに対して現地の熱心な作品ファンからは過敏になりすぎだ、こういった取り締まりが逆に政府への嫌悪感を生む要因となっているなどの批判が上がりました。ですが実際に香港の一部活動家の間で作中に登場する巨人を中国共産党に見立てて批判するパロディ動画が作られ、一部の視聴者がその内容と自身が置かれている状況を重ねて批判運動に参加するという事態も起きているため、妥当な判断だとして規制を支持する人々も存在しています。また進撃の巨人は2015年に実写映画化されているのですが、こちらはロシアで公開禁止になっており、専門家は規制の具体的な理由について巨人が人々を引き裂きながら食い殺し、辺りは血の海とかす、無力感と絶望感に満ちたムードが漂い類を見ないほど残虐な描写が多分に含まれるこの作品は、未成年のみならず成人済みの大人にも悪影響を及ぼす危険性があると説明しています。しかしこうしたロシアの公的な発表に対して、あくまで建前に過ぎないと嫌疑を向ける人々も存在しており、彼らは規制の背景について、ロシアは特に人間ではない異形や異世界が登場する作品を厳しく規制していて、こういった作品には目に見える世界だけが世界ではないというメッセージ性が秘められている、そしてこうしたメッセージ性は独裁的な国家運営で国民の内面まで支配しようとしているロシア政府にとって不都合であるため、政府はこうした特徴に当てはまる作品を躍起になって規制しているのではないかと分析しています。ドラえもん、2013年2月、日本国内で長年愛されている大人気アニメドラえもんがバングラディッシュで放送禁止になりました。そして放送禁止になった理由についてですが、まず前提としてバングラディッシュでは母国語のベンガル語ではなく、インドの母国語であるヒンディー語版のドラえもんが放送されていました。しかし言葉は分からずとも刺激的で魅力的なストーリーが展開されるドラえもんはバングラディッシュの子供たちの間で爆発的な人気を博したため、放送を重ねるにつれて子供たちがヒンディー語を理解し始めるようになりました。そしてその結果母国語のベンガル語の学習がおろそかになる、子供たちが大人たちには理解できないヒンディー語で秘密の会話をするようになるなど言語面の問題が発生しました。さらに言語問題に加えて作品から影響を受けた一部の子供たちの間でまるでのび太くんのように怠惰な生活を送ったり嘘やごまかしを多用するようになる、一人で問題を解決しようとせずドラえもんのようなロボットを欲しがるようになるなどの問題行動が目立つようになったそうで、5歳の息子を持つある母親はメディアの取材に対し、息子はドラえもんを見せないとご飯を食べないようになってしまった、このままでは良くないと思い視聴を制限したら宿題をしなくなり夜も寝ようとしなくなってしまったと不満を漏らしています。その後こうした事態を重く受け止めたバングラディッシュ政府は、このままドラえもんの放送を続けてしまうとやがて言語や国民性、文化特性など我が国にとって重要な様々な部分に致命的な問題が発生してしまうとして、ドラえもんの放送禁止を決定し、多くの大人たちがこれを支持しました。しかしその一方で一部の人々からは、子供の問題行動については親の教育の責任で、今伸びたかしている子供はドラえもんが終了してもすぐに別作品の影響を受けて問題行動を取るようになるだろう、シリーズの権利を正式に買いバングラデシュ語に吹き替えてから放送すればいいだけの話で、数少ない子供の楽しみをつまらない理由で奪うべきではないなどの批判意見も上がっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てチンコはチンコやなと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。